あ、もしもし兄貴、うん、近いうちに日本に帰ろうと思ってるから。うん、家、かなり古い民家で民宿してる。庭は広いからさ、みんなで遊びに来て。うん、大丈夫です。うん、分かってる、連絡するから。うん、じゃあね。来週関西に出張するけど、お土産なんかいる？なんでもミクが好きそうなものなら。それより帰ってきたら二人であのことを話し合いましょう。またその話？この車は？レンタル。前さん、その格好どうしたの？こっちは就活の帰り。幼稚園で働きたくて。子供が好きだから。働く？だって前さん、そんな必要は。兄貴と仲良かった。ゆうくんに言わなきゃね。あの人ちゃんと子供を作れたわ。私以外とだけど。は？ミクの出産後しばらくしてリサ子が訪ねてきたの。笑ってる。かわいい。あのね、まゆ、私妊娠してるの。え、本当？すごく嬉しかった。おめでとう。ご主人が高齢のせいか、なかなか子供ができないのが悩みだったから。あの、でもごめんね。子供の父親ね、みつるさんなの。あの人に精子提供を頼んだの。どうしても子供が欲しくて、ネットで精子提供を募集したらみつるさんが来たの。ねえ、どういうこと？舞が隠してた検査結果の通知を偶然見つけた。俺の精神に問題があるせいで子供ができないなんて信じられなくて。ネットで精子提供を募集している他の女性で試してみることにしたんだ。結果的に何人か妊娠させた。ちょうど同じ時期に舞も、舞の親友の梨紗子さんにも偶然ネットを通じて出会って妊活に落ちた。自分が不妊体質でないと分かったんで、いい加減やめればよかったんだけど、やめれなかった。なぜ？
なんでだろう。ほとんど素性を知らない人妻が妊娠を懇願してくる。そんな非日常にハマってたのかもしれない。ごめん。平日は自分の奥さんじゃなくて他人の奥さんとしたかったんだ。私も悪かったの。夫婦なのにそれが分からなかった。だけどあれからすっかり夫への愛情が冷めてしまったの。でもね、愛情が冷めると同時に自分がやったことの罪の重さを自覚してしまったの。罪？ゆうくんと子作りしたこと、私もあなたと同じようにあなたを裏切っていたとどうしても言えないの。卑怯なのかな。違うよ。あれは本気だから。そのために日本に戻ってきたんだ。3日後にまた島に戻るから。その時までに返事聞かせて。家族になる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 。